皆さん、こんにちは。俳優業だけではなく、歌手や司会者など多彩なエンターテイナーぶりを発揮してきた西田敏行さんが亡くなりました。捜査関係者によりますと、17日東京世田谷区の自宅で倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されたということです。現在警視庁が詳しい状況を調べています。今回はそんな大御所俳優の西田敏行さんの過去の病気や異常性癖の噂や薬物疑惑など気になる噂をまとめてみました。ぜひ最後までご視聴お願いいたします。西田敏行さんといえば、釣りバカ日誌やアウトレイジ、ドクター X から外科医、大門未知子からなど、数々の映画やドラマに出られ、代表作も数多く残してきた大御所俳優です。そんな西田敏行さん、ご実態以降は病気や怪我に悩まされてきたと言います。54歳の時には首の骨が変形し、神経が圧迫されることによって手足のしびれが起こる頚椎性脊髄症、55歳には自宅で倒れて救急搬送、心筋梗塞を起こしましたが、処置が早く一命を取り留めました。68歳の時には自宅のベッドから転落し、頚椎亜脱臼になりました。その後も胆嚢炎も発症し、摘出手術を受けています。西田敏行さんは腸がつくほどのヘビースモーカーと、お酒好き、高血圧やつば尿病などの心配もあったんだとか。心筋梗塞で倒れた復帰後のコメントによると、ここで死んだら遺作のタイトルがゲロッパになってしまうので、それだけは避けたかったとのことです。2012年にスタートした大人気ドラマ「ドクター X 外科医大門未知子」ですが、これまで紹介してきたように、西田敏行さんは数多くの病気を繰り返してきました。2017年の「ドクター X」の撮影中には、西田敏行さんが苦しそうにうずくまった時があったそうです。しばらく休むと体調は良くなったそうですが、これには共演している米倉涼子さんも驚きを隠せなかったんだそうです。2021年のドラマ「俺の家の話」では、西田敏行さんが演じるのは介護される能楽の人間国宝、役柄上車椅子姿で出演するシーンが多い役でした。撮影現場では休憩中も車椅子に乗ったままでしたが、永瀬智也さんが西田敏行さんを支えて歩くシーンの撮影で、西田敏行さんがよろけて体勢を崩し転倒しそうになったこともあったんだとか。永瀬智也さんがとっさに体を支えて事なきを得たようですが、思うように体を動かせない状態で現場に挑んでいることがわかります。ここ数年はドラマや映画で歩いたり走ったりするシーンがないに等しく、座っている場面がほとんどの西田敏行さん。また歩く際には杖を使用していることから、歩行が困難になっているのではと思う人も多いようです。所属事務所によると、膝を痛めている事実はあるものの、深刻な病気ではなく加齢による関節の悪化とのこと。ドラマや映画出演の際はあらかじめ事情を伝えて仕事を引き受けているそうです。また現在も持病の糖尿病の中の西田敏行さん、糖尿病治療中の傍ら、撮影のない日にはリハビリ姿を見られないよう人目を忍んで都内の病院を訪れ、リハビリルームを貸し切りにして汗を流しているようです。このエピソードからも西田敏行さんの役者魂が伝わってきますね。そんな西田敏行さんには、あの温厚な姿からは想像できない裏の顔があることを皆さんご存知でしたか？実は西田敏行さん、芸能界でも名が知れたド S なんだそうです。そのド S 具合はお店を出禁になるほどのようで、ブラックリストに乗ってしまうくらいのド S っぷりとのこと。そしてその性癖が常軌を逸しているとのこと。西田敏行さんのその異常な性癖はというと、女性の骨を折るという性癖なんだそうです。これには多数の噂があり、一つは貧しい国の子供を買って薬物をやりながら少女の腕を折るなど、鬼畜プレイを楽しんでいる姿を少女売春の仲介者によって隠し撮りされると、仲介者はその映像をネタにゆすり総額数千万円を支払っているとの噂や、
高級デリヘルをホテルに呼び、女性がシャワーから戻ってくると、机の上には600万円の札束が置いてあったと言います。すると、治療には最高の病院を手配するから、君の腕を折らせてくれ、と土下座で懇願したなどなど、もちろん女性は一目散にホテルを出たそうですが、しかし、裏を返せば、その金額で、過去に応じた女の子がいたということなのかもしれません。ネット上の単なる噂なので、本当に西田敏行さんがしていたかというのは、わかりません。また、どれも西田敏行さんのイメージとは、かけ離れたものであり、信じがたいものばかりです。一つ目の噂については、2014年12月に発売された、実はナックルズ1月号に掲載。記事には大物俳優 X と実名を出さずにしていたが、複数のブロガーがこの大物俳優 X を西田敏行さんと勝手に特定したことで噂が拡散。その後西田敏行さんが事実無根だとして、2017年7月5日に男女3人を書類送検しています。なのでこの噂に関してはガセネタであると言えます。また薬物をしながらと記事にはありましたが、西田敏行さんはこれを否定しています。というのも、西田敏行さんの薬物疑惑が話題に上がったのが2016年頃のことで、その理由が西田敏行さんが激痩せしたことにあります。しかしこの激痩せした原因というのが、先ほどにも述べたベッドから落ちて頸椎亜脱臼の後、胆嚢炎の手術を受けた後のこと。その結果激痩せしてしまったのです。病気を患っての激痩せということでした。ただ二つ目の噂については、ネット上で噂になっているものですが、 YouTube が BAN された後も Instagram や有料サロンで暴露を続けている参議院議員でもあるガーシーさんの暴露でもこの話題が出て真実味が増します。ガーシーさんの VS5 では、風俗嬢の方が SM クラブで働いていた時に、金額は300万円と違うものの、 N さんに日刊再造で書かれていたようなことをされたと語っています。実際に腕を折られたという方が証言していたので、本当なのかとも思いますが、証言していた女性は顔出しなどもしておらず、実際には真相は不明。これにガーシーさんは2022年11月3日のツイキャスにて、西田敏行さんについては昔から話を聞いており、都市伝説だと思っていたとコメント。名前も暴露してしまったことから、今後ガーシーさんに西田敏行さんサイドから何らかの対応があるかもしれません。ですが西田敏行さんのド S っぷりは五反田や新宿、その業界では知らない人はいないと言われるほどのようで、コブができるほどの大田や、100万円で指を折らせてくれと懇願したり、ソープ状の乳首を噛み切ったりと、なかなかなものです。これに応じる女性はほとんどいないでしょうね。ブラックリスト入りにも納得です。薬物に関してはしっかりと否定した西田敏行さんですが、骨折り性癖の噂については言及されていません。言及する必要もないということか気になるところですが、真相は当事者のみが知るということですね。そんな11月で喜寿を迎えるはずだった西田さん、近年は自身の体調問題がたびたび取り沙汰されていました。米倉涼子さん主演の人気ドラマシリーズ「ドクター X」の劇場版が12月に公開されます。それに先駆け8月にファンミーティングが開催されました。ドクター X で西田さんが演じるのは大学病院の院長代理という重要な役でした。米倉さん演じる大門未知子との掛け合いが見どころの一つです。しかし西田さんがファンミーティングに登壇することはなく、 VTR でメッセージが届けられました。最後に公の場に姿を現したのは22年2月、出演した映画の舞台挨拶でしたが、この時西田は杖を握っていました。そして10月8日、西田さんは約2年半ぶりの会見に臨みました。劇場版ドクター X の制作発表会見でした。西田さんは昨年の撮影現場でも車椅子や杖が手放せないほどの状態で、時短で撮影が進められました。それでも西田さんは弱々しい姿は見せたくないという俳優としての矜持を持っています。
そのため今回の会見でも登壇直前まで西田さんが車椅子だと想定し、舞台に上がる直前までお客さんから見えないようにパーティションで隠す方法などを準備してきたといいます。足腰の状態が万全ではないながら次回作が控えていました。西田さんは来年1月期のドラマに出演予定です。率直に言えば西田さんは体調の問題から演じる役にも制限があります。しかしそれでも西田さんに演じてもらいたいという声は多く、断続的にオファーが続いました。西田さんが不屈の俳優魂を見せるのには最愛の妻の存在がありました。西田さんは所属事務所とは別に個人事務所を持っており、4歳年下の奥さんが個人事務所の社長を務めています。満身創痍になりながらもドラマや映画への出演を続けていますが、これには社長である奥さんの意向も強く関わっていたようです。というのも西田さんの妻は俳優西田敏行の大ファンだというのです。71年、西田さんが所属していた劇団に研究生として奥さんが入ってきたのが出会いのきっかけでした。同棲を機に奥さんは劇団を退団。西田さんの下積み時代には喫茶店やブティック、時にはスナックで働いたことも、西田さんを敬愛しているからこそ献身的に支えてきたのです。奥さんもかつては女優だっただけに、役者にとって撮影現場は生きがいであることをよく理解しているのでしょう。それに人気商売ですから、仕事のオファーは精神的な安心感にもつながります。奥さんは仕事が西田さんの最大の良薬になると考えているのでしょう。西田さんもその思いに応えるかのように回復に励んでいるようです。直近での西田さんは杖も車椅子も使っていませんでした。妻に寄り添われて介助を受けながら、一歩ずつゆっくりではありましたが自身の足で歩いていました。西田さんが出演予定の1月期のドラマは、主演が唐沢俊明さん、共演には鈴木保奈美さんが名を連ねます。西田さんはこの二人とは昨年放送されたドラマ「フィクサーシーズン2」でも共演しており、気心の知れたメンバー、西田さんもかなり気合が入っていたそうです。劇場版「ドクター X」の撮影現場でも西田さんはアドリブで現場を盛り上げるなど、大御所ながら明るい雰囲気作りを心がけていました。こうした人当たりの良さもオファーが続いていた秘訣なのでしょう。19年に西田がナイトスクープを降板して引退がささやかれた際、妻は取材に対してこう語っている。主人は死ぬまできっと現役です。お仕事さえいただければ続けていきたいと思っているんじゃないかしら。一方の西田さんもかつてこうコメントしていました。まだまだ表現者としてのポテンシャルを探ってみたいと思うんです。妻のもっと働いて、これは西田にとって叱責ではなく、車椅子からの回復を導いた愛の鞭だったように思えます。いかがでしたか？今回は西田敏行さんの訃報についてご紹介しました。ご冥福をお祈りします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。